小野沢玲奈は、静岡第一テレビの社員、元アナウンサー、東京都出身、血液型 B 型、小坂会女子学院中学校、高等学校、明治大学農学部卒業。2011年、静岡第一テレビに入社、同期のアナウンサーは、西山歌手者、特技は小学校から続けてきたダンス。高校は、ダンス部、大学は、 ダンスサークルに所属、校舎ではスーパーチャンプルに出演したことがある。また、系列局の同期である徳島エリカとは小学生時代からの友人にあたる。大学時代は日本テレビのイベントコンパニオンとして活動。喋りセブンの初代番組アシスタントなどを務めた。2019年4月1日にアナウンス室から報道部に移動した。 女子アナシュープレニュース賞酒井女子、学院高校出身有名人有名人の、高校出身ランキング、スーパーチャンプル公式サイト、小野沢麗奈ナアナ苦味渋み味わった就活救った、茶葉女子アナ、日刊スポーツ、8年間ありがとう。そして、小野沢麗奈ナアナウンサーブログ、ブログ .tv-sdt.co.jp、2019年4月7日閲覧。 ありがとうございます。